Fight for your freedom!皆さんこんばんは。はい、本日もやってまいりました。はい、それぞれアズリ FM ファイトフォーユアフリーダム、本日の MC は私平田智也アンドこちら、はい、笠井純です。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、やってきましたね。はい、ツイッターでね、俺っちね、今日ね、皆様の見たことのない平田智也を引き出しますって言った手前ね、はいはい、もうテンション上げていけって、はい、ね、本番前に言ったの。そうですね、言った通りやってくれましたね。テンション上がっております。はい、もう少し頑張っていただきましょう。はい、はい、それでは、こちらのスタジオ内はコロナ感染症予防対策を徹底した上でお送りしております。スタジオ内の換気、そして我々の間にはこちらのアクリル板ボードを設置しておりますので、ご安心してご視聴ください。よろしくお願いいたします。4649、よろしくミカドック。あの、行った後にさ、どうだみたいな風に見るのやめてくんない？うん、いや、もう立派です、今日。はい、はい、100点満点中80点。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、こちらの放送は、はい、生放送でお送りしておりますので、皆様からの応援メッセージ、ご質問を受け付けておりますので、Twitter にて、こちらの@azpanfm をつけて、皆さん、ごしごし。質問とよろしくお願いします。お願いしますよ。送ってこねえとなあ、時間持たねえぞ。時間持たないですね。うん、もうハイテンションタイム終わっちゃったから、もう、ね、もう最初だけ頑張ってくれって俺言ったんで、はい、もうハイテンションタイム終わったんで、皆さんがね、これメッセージ質問どんどん送ってきてくれないと、はい、持たないんで、持たないんで、はい、よろしくお願いします。はい、それでは、はい。e プリントサービスの特徴を、はい、したいと思います。現在フリーダムズでは全国のコンビニ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ユニストップ、ポプラ、デイリーヤマザキ、セイコーマートなどのマルチコピー機の e プリントサービスにて、ビッグマッチのキングサイド写真やスペシャルな写真が手に入る素敵なサービスを行っております。 L サイズは200円、お2L サイズは400円、安い。はい、安い。現在発売中のシリーズはですね、5月3日横浜武道館、はい、3月29日後楽園ホール大会、お2月3日後楽園ホール大会、おそれとは決めポーズ特集、なに、はい、はい、そして続きまして武田雅史特集となっておりますので、お、はい、皆さんぜひご購入ください。ご購入くださいよ。これをね、何、会場に持ってきてね、売店に、あわよくば売店にですよ、チャンス、はい、ね、運よく選手の誰かしらがいたらこれサインもらえちゃったりするかも、ね、ちゃったりするかもしれない、ね、れないんでね、はい、ね、どっかのね、某団体行ったらね、サイン入りポートレートなんて1000円2000円取られますからね、皆さん、はい、それが200円400円で済むんですから、安いよ、これ安いですね。はい、まあ、もうノーマルモードも戻ってしまいましたけども、はい、はい、そんな感じで、はい、よろしくお願いします。はい、それでは本日の本題に入っていきたいと思います。はい、ここからは 5.27 後楽園ホール大会の振り返りをやっていきたいと思います。イエーイ、振り返っちゃう。はい、こちらの大会はですね、6月5日日曜日の22時からサムライ TV にて中継の放送がありますので、ぜひそちらもチェックしてください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではいきます。はい、第1試合が6人タッグマッチ、ドラゴンリブレ、レッカ、香取隆弘 VS、バンベールジャック、流星エストレジャー長期組で、はい、こちらの結果がですね、10分54秒、
OK33 からの肩入り刀で昭和の勝利がウルさんが勝ちました。 OK33、 はい、激安スーパーであの OK ってあるし、はい、あと31っていうアイスクリーム屋もあるけど、それを混合させた名前とか全然関係ない。これはよくわからないんですけど否定しろよお前そんなはずねえだろって言うんだよ、はい、なんかショーツ選手のバックグリップに合わせて、うん、ルーセイ、はい、ストレージャー、ストジャラ選手、それぞれ最近グリップを出して合体技となーにー、はい、そんな技があるのか、はい、そんな技がありました。おだんだん はい、おじさんレスラーのな、はい、あの追いつけないとこまで来ちゃってるな、プロレスもな。追いつけないとこも来ちゃってますね。ああ、そう、はい、見たこの試合。この試合見ました。あ、見た。もう僕出てないんで。そうか、決勝してたんで。あ、そっか、そっか。どうでした？はい、もう第一試合からもルチャの素早い攻防で、うん、まあ、この、うん、リブレさんが、うん、翔輝選手に、はい、まあ、武道館で勝ったんですけど、うん、おはい、まあ、今回、またリベンジされちゃった形になって。なんでー、はい、これで星をイーブンにされちゃった的な、はい、1年半ぶりの勝利から爆発するのかと思いきや、はい、なかなかすぐ負けちゃってしまいます。そうですか、はい、これはある意味でもね、ドラゴンリブレらしいね、はいはい、うん、横浜武道館で1年半ぶりに自力勝利を勝機から収めて、油断したところで勝利を収めた相手から見事に取られるという、はい、ドラゴンリブレさんらしい、ね、はいはいはい、お質問が来てますか、はい、質問が来てます、はい、この久々さんから、はい、笠井選手、平田選手、こんばんは、はい、お二人で、二人きりでお話とかするんですか。二人きりになることないもんね。ないですね、うん、はい、あのでもね、万が一って、まあ二人きりになることそんなにないけど、万が一二人きりになったら、だいたいトレーニングの話、ですかね、うん、今日ジム行ったかとか、はい、うん、サプリな何飲んでんだとか、はい、うん、ベンチいくら、今どれぐらいでセット組んでんだとか、なんかそんな感じですね、はいはいはい、たわいのない話ばっかりですね、はいはい、はい、続きまして、ひろしさんから、お久しぶりのカリスマ、うん、かっこよすぎる。そんな久しぶりでもないけどね、この間出たばっかりやろ、はい、お前見てねえが、あさってはこの野郎はい、次行きましょう、はい、続きまして、宇治原のらすけさん来たー、ごきげんよう、はい、はい、来ました、はい、みんなの憧れの葛西純様だ、久しぶり、久々にみんなのプロレス姿が待ち遠しい。はい、ありがとうございます。大阪にも行きますんでね、待っててくださいね、はい、はい、はい、では続きまして第2試合に行きます。はい、はい、第2試合、うん、マンモス佐々木カムイ組 VS、うん、高岩達人源太郎組、はい、どうでした、はい、俺っち見てないんで、こちらはですね、うん、9分16秒で源太郎さんが、うん、カムイさんからなんと腹固めで、え、はい、あの勝っております。藤原組長が、はい、こちらは得意としていた腹固め、はい、腹固め、藤原組長インスパイアされて使っているそうです。もうすごいね、ゲンちゃんはね、アントニオイノキからウルトラマンから藤原組長まで来ちゃった。来ちゃいましたね、ちょっと怖いね。どうでした？いやでも決まった瞬間すごい会場盛り上がってましたよ、ね、おお、はい、そう、みんなもびっくりした感じでした、ね、びっくりした感じ、はい、おはい、はい、そういうわけで、はい、はい、でもあの、うん、この試合の後ね、あの、はい、マンモが控え室帰ってきてずっと首をあのなんか冷やしてたというか、ああ、そう、あれしてたんで、ちょっと心配なところがありますけどね、はい、マンモさんと高岩さんのぶつかり合いとかすごい、うん、めちゃくちゃ激しかったんで、はい、それで、ああ、そういうことですかね、はい、はいはい、次行きましょう、はい、はい、続きまして、うん、第3試合、はい、UWA 世界ジュニアヘビー級選手権試合、はい、王者天吾 VS、うん、挑戦者バンベールネグロ、はい、はい、こちらは11分11秒、うん、フロッグスプラッシュからの大固めで天吾選手が
防衛に成功しました。おー、はい、どうですか、この試合は。この試合はジュニアの試合なんですけども、なんか飛んだり跳ねたりっていうよりかは、はい、本当に男臭い、うん、武骨な、うん、もう殴り合いみたいな試合でしたね。そうですか、はい、これはね、でも健吾はね、なんかちょっと変わりつつあるね。うん、今まで横浜武道館前までは、なんちゅうのかな、ちょっとお客さん、なんちゅうの、ゲスト出場選手的な、はい、うん、感じをやっぱ試合見てても受けてたのよね。でもなんか横浜武道館で高岩さんを倒して、はい、ベルト取って、うん、なんか変わりつつあるかなと。まあ、はい、試合見てないんだけどさ、はい、うん、なんかそういう雰囲気を感じます。どうですか、平田選手的に。僕的にはですか、そうですね、やっぱ普段からこのダムズのデスマッチは世界一だけど、この通常ルール部分も世界一にしたいって言ってる通り、本当ベルト取ってからすごいそういうのも感じてますね。はい、あなたあれでしょ、タックベルトかけて、あの防衛戦もやってるでしょ。防衛戦剣豪組と、はい、やっております。実際当たってどうだったの。やっぱあの時、正直僕は腕をちょっと痛めてしまって、はい、それでほぼ動けてなかったので。笑ってんじゃねえよ、この野郎。まあでもその、はい、腕を痛めてまでちゃんと防衛したかったっていうことで、はい、あの試合だ、誰が誰から取ったの。私が進むさんから、おームーンサルトで取りました。ムーンサルトで取っちゃった、はい、取っちゃいました。あなたのムーンサルト食らいたくないからね。そうですね、うん、はい、俺ちょっと当たった時は出さなくていいから、ね、あ、そうですか、出さないよ。わかりました。はい、はい、お、またコメント来ちゃった。来ちゃいました、嬉しいね。はい、はい、バキューンマスクさんから、お MC ミートさん、カリスマ葛西さん、こんばんは。質問です、KFC タッグ王者のパートナーの杉浦さんの素敵なところを3つ教えてください。バキューン、おめえから言えよ。おめえから言えよ。杉浦さんの素敵なところです、ですか。杉浦さんはですね、ですね、この1時間前にですね、実は電話がかかってきまして、ほう、はい、おう、ラジオ見てるよ、ラジオ見るから。もう杉浦だって今アメリカいるんだね、はい、朝7時頃とか言ってました。1時間アメリカで見れるの。トリグオエアズーリがアズーリを見ているそうです。マジっすか、はい、これ世界に配信されてますね。やばいね。めちゃくちゃなんかプレッシャーを与えられたんですってことはだよ、だってアメリカ今一緒に山下もいるわけでしょ。そうですね、山下も見てる可能性あるってことだよ。見てるんですかね。もうまあ可能性だから、可能性だから3つ言えよ。3つ、なんか3つ、そうですね。はい、やっぱりまあ1つはですね、はい、やっぱ本当によく練習を僕に見てもらっているんですけど、はい、もう一個アドバイスとかもらって、まあ、そのおかげで、まあ、こういうのを取れたと言っても過言ではないので、はい、すごく後輩の面倒見がいいところですね。二つ目、はい、はい、二つ目はですね、はい、何でしょうかね。何でしょうか、ね、杉浦が聞いてるんだよ。逆質問ってどうする。そうですね、はい、三つ、二つ目はですね、二つ目はですね、飯とかごっちゃになってんだろ。飯とかは、はい、すごくごっちゃになってます、うん、はい、で、三つ目は、三つ目はですね、はい、何ですかね。三つ目はですね、ちょっと急に言われてもですね、杉浦ねって、あ、いや、そういうわけじゃないんですけど、うん、はい、終わりまでに考えてきます。絶対だろ。はい、はい、俺っち、はい、はい、杉浦の素敵なところ、素敵なところ、そうだね、あのお祭り男、やっぱね、控え室にいてもその場の雰囲気をね、すごい明るくする、天真爛漫な、はい、はい、そういうお祭り男的なところ、
がいいところですね、杉浦の。はい、うん、あとねえな。あと、うん、あとうるせえ。うるせえ。うるせえのは不敵じゃないけどさ。あいつ、なんだろう。調子が良い。元気な時もうるさいし、具合が悪くてもうるさいんだよね。はい、結局のところ。具合悪くて、おいおいやってるしさ。あ、そうですね。元気だったら元気だよね。めちゃくちゃ喋ってるしさ。どっちにしろうるさいんだよね。うん、はい、以上です、ね。以上ですか、はい。はい。3つ目はありません。ありません。はい、わかりました。はい。はい。はい。それでは続きいきましょう。はい、話が脱線してしまいました。はい。はい、次。続きまして、第4試合。はい。ギャングボードデスマッチ。おー。杉浦徹 VS 最上球。はい、こちらは14分16秒。うん、ソウルドライバーで杉浦さんが、もう、最上球から。勝利しております。おジャングボードなんですけど、はい、ボードは有刺鉄線ボードと、うん、画鋲&、うん、ギャングネイル、はい、ギャングネイルっていうのはなんか、うん、ガジェットなんですけど、なんかその別名でギャングネイルって言うらしいですね。へ、はい、そのボードを使った形式となっております。なるほど、はい、どうでしたこの試合は。この試合、最上選手は正直フリーダムに来て、正直まだ未知数な実力がところがあったんですけど、やっぱなんかこの試合ですごい実力発揮してたっていうか、弾けてました。すごい、はい。杉浦さんはもう、もう普段通り、もう普段通り、はい。杉浦さんのこの試合での良いところ3つ挙げて。良いところは、良かったところ、はい、はい、やっぱりですね、最上選手の、まあ、すごい、うん、いいところ全部引き出した上で、はい、こう、はい、超えて、たたき潰して、勝ってたところですかね。はい、はい、2つ目は。2つ目はですね、うん、はい、ですね、何ですかね、はい。何ねって、はい、はい、次いきましょう。はい、次、続きまして。はい。はいはい、来ました。こちらセミファイナル、はい、バトルフィールドフルオブウェポンズ、うん、旧狂気持ち込みデスマッチ、うん、笠井純佐々木隆VS、うん、ビオレントジャックドブネズミフッキー、うん、はい、こちらは16分1秒、うん、アマトゥランからの片エビ固めで、うん、ビオレントジャック選手が笠井さんから勝っております。そうだっけ、はい、都合悪いこと忘れるんでリセットしちゃうんで、リセット、はい、どうでしたかこちらの試合は。どうもこうもねえよお前なあ、あの負けるなんて夢にも思ってなかったから、はい、でも正直ね、もう勝った負けたはアマチュアですから、勝った負けたで落ち込んだり喜んだりってもうアマチュア、はい、正直それを超えたところにやっぱプロっていうね、はい、があるんで、まあなんだろう、まあ負けたところでビオレンスジャックは強いから誰もが認めるですね、はい、うんうん、葛西潤も認めてるし、そんなやつに負けたんであればね、こう仕方ないとは言えないけど、はい、そんな落ち込んでる場合じゃねえと、次当たった時は超えなきゃいけないと、はい、うん、そういうことなんで、まあそうだね、まあ近いうちにリベンジしますよ。はい、デスは近いリベルも近づいてるからな、はい、リベンジします。はい、はい、コメントが届きました。今日は多いね。多いですね、はい、うん、はい、はい、ひろしさんから、うん、カリスマごめんなさい、最近あまり見てませんでした、はい、だろう、はい、サボり気味でした、うん、はい、はい、続きましてユミさんから、はい、平田さんの尊敬するレスラーは笠井さんと聞きました、うん、笠井さんのすごいところ、うん、また好きなところをたくさん教えてください。たくさんだお前、三つじゃねえぞたくさんだぞお前。いやーそうですね、はい、すごいところ、うん、すごいところはですね、すごいところはですね、はい、ちょっと何だちょっと待ってなすごい、すごいところはちょっとないですってこと。いや、そういうことじゃないです、うん、全部がすごいです。あ、ありがとう、はい、お前全部見たのか、俺っちの全部は見てないんですけど、チンコ見た、あ、チンコでも見たこ
ことあるかもしれないですはい、チンコすごくなかっただろ。じゃあ全部じゃねえだろ。チンコすごかったじゃないですか。すごかったじゃないですか。あ、そうなの、はい、あ、 ありがとうございます、はい、もうやめよう。はい、ユミさんすいません、はい、ちょっと下ネタで触っちゃってうちの平田くん下ネタ好きなんで、ほんとごめんなさい。もうはい、次続きまして、お山下里奈さんから。来たー、来ました USA USA から来ちゃったお前。お疲れ様です。突然の DM 失礼します、はい、今フリーダムズの配信を見て、うん、BGM が大きくて、うん、話し手のしゃべりが聞きづらいです。おいらぬ意見をすいません。 BGM より話を聞きたいので改善いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。おー、来ちゃったね。来ましたね。とうとう ごめんなさいポーズしてるスタッフさんが。なんだっけ、ワンオクロック。はい、なんだっけ、今何かかってるんですかね、わかんない。さっきかかってた。あ、かかってましたか。ワンオクロック。はい、ギターとトレラチューチーチューチーチーってお前の曲だろお前。はい、僕の人形曲ですね。はい、すいません、今音量下げましたんで、ね、音量下げましたんで、はい、はい、失礼しました。はい、続きまして、うん、バキュームマスクさんから。おお、質問に答えてくれてありがとうございました、うん、バキューン、うん、平田さんは日本に帰ったら閉めますだバキューン。まあそりゃそうだろうな、うん、3ついいとかあげろっつってんのに1つしか言えなかったしな。そういうわけじゃない、はい、うん、ちゃんと終わりますでに考えますんで、はい、はい、よろしくお願いします。質問メッセージっつってるけどお前、はい、半分がお前身内じゃねえかよ。身内ですね。おお、なんだよこれ、はい、どしどし送ってください。どしどし皆さん送ってください。笠井純と平田智也 NG ありませんので何でも質問答えます。はい、はい、お待ちしております。お待ちします。はい、それでは戻りまして、はい、はい、メインイベント、はい、キングオブフリーダムチャンピオンシップ、うん、蛍光灯ガラスボードニードルヘルデスマッチ、王者正岡大輔 VS 作田挑戦者作田敏行、はい、こちらは21分44秒、うん、ファイヤーサンダーからの片エビ固めで、うん、正岡さんが2度目の防衛に成功ということで、はい、どうでしたか。いや、こちらはちょっと悲惨な悲惨なもん、悲惨だーバードーって感じって感じのすごいもうえげつないことやってましたね。あの作田の、はい、なんか脇だか脇が、はい、ドナルドダックの口みたいになっちゃった。いや、あれはもうやばかったですね。やばかった、はい、足怪我してるのにすぐ走って、うん、タオル取りに来ましたから。いや、試合できたんじゃないの。いや、できたの。めっちゃ走りました。誰も走った。なんか誰も気づいてなかったんで、うん、僕は走って取りに行ってました。もう試合できたじゃん。できたかもしれないですね、うん、はい、それぐらい走ったと。はい、緊急事態で。緊急事態でしたね。いや、試合自体はどうだったのこれ。試合も、うんうん、そうっす、ちょっと僕もとそのそういうのがあったりして半分ぐらいしか見れてないですけど、あ、まあでもすごい、うん、ハイフライな、うん、2人ならではの攻防とかもありつつもえげつない串とかもあって、うん、この2人にしかできないようなえげつない試合でしたね。なるほど、はい、あのお互いの持ち味を発揮した上で、はい、ね、お互いにしか出せない技を、ね、出した上で、はい、すげえ試合だったと。すげえ試合でした。はい、ああ、そう、皆さん、サムライで見れますからね。見れますんで、はい、奥さん、奥さん、見てくださいよ。はい、見てください。はい。はい。はい、落ち着いてんじゃねえよ。はい、はい、という大会でした。はい。はい、まあ、でも評判良かったよね。はい、観客数はちょっと、ね、最近のダムズにしては苦戦してたけど、はい、終わってみればなんかすごい評判のいい大会だったかなと。はい、うん、やっぱね、パッケージで見た場合ね、今のダムズの後楽園大会、まあ新木場もそうだけど、はい、外れはない。外れはないです、ね、はい、はいはい、そう言っておきます。はい、はいはい、ということで、はい、あ、コメントが来ました、はい、またバキュームマスク、ね、バキュームマスクですかね。
はい、こちらはゆう団長さんから、お松山から放送を見ていますが、はい、本日はすごく暑くて軽い熱中症にかかり、うん、点滴を打ちました。おそこでお二人に質問です。真夏を乗り越える方法があれば教えてください。真夏を乗り越える、乗り越える、俺っちはね、どっちかというと暑いの超苦手なんで。あ、本当ですか。ユーもそうだろ、ステブだからな。ステブなんで、そうですね、暑いのは苦手なんですけど、もでも熱中症とかになったことないですね。あ、意外と、はい。おそれを乗り越える、なんで鍛えるしかないですね。なるほど、はい、鍛えるしかないと。鍛えるしかないですね、はい、はい、鍛えてください。ゆう団長、素敵な素敵なイラストもありがとうございます。野良助さん負けられないよ、素敵なイラスト届いてますからね。ゆう団長から、はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、まあさんから、お最上選手が最近勢いがすごくて脅威ですが、どう思いますか。最上さん、そんな勢いすごいか。いやでもこの前のホールはすごかったです、ね、この前のホールだけだろ、はい、そうですね。その前とかそんなに勢いすごくないだろ。その前はそうですね、すごくなかったですね、うん、はっきり言うな、はい、これ最上かもしんねえぞ俺。あ、これ最上さんですかね、はい、自作自演、自作自演ですかね。いやホールはすごかったって聞いたけど、はい、それ以前とかそんなにERE にこいつ何しに来たの的な感じだったんで、うん、まあでも後楽園が良かったって言うんだろうね、うん、まあ、次の新木場で、まあもう行っちゃうけど、次の新木場で俺っち当たるんでシングルで、はい、うん、あなたがねえ最上選手驚異的ですごいっていうのなら、その驚異的ですごい最上を葛西潤が完膚なきまでに叩き潰して差し上げましょう。はい、で結果葛西潤が驚異的で一番すげえと言わせますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、続きまして、うん、札幌のかよちゃんさんから、はい、10月10日日曜日、うん、ラジプロ30周年記念大会への緊急生オファー、うん、メインをフリーダムズにという思いを応えるべく、うんうん、殿と葛西の参戦を即決定とのこと。10月10日楽しみに待っています。なーにー、10月10日体育の日じゃねえか。体育の日ですね、はい、体育の日だっけな、だと思います。はい、そうですか、北海道しかも札幌で試合をするのは何年ぶりだ。あ、こないだ去年行ったわ、大日本プロレス、うん、いやでもね、フリーダムズの葛西潤としてね、殿と、はい、ね、出られるんだったらラジプロですよ。しかも知ってる、ラジプロ、ラジプロちょっとあんまり分かんないけど、だって北海道でしか放送してない。あ、そうなんですよ、うん、まあその30周年記念大会緊急生オファーときたらもう断る理由はないでしょう。はい、はい、行かせていただきますよ。はい、はい、北海道、はい、はい、次、札幌のかよちゃん、またメッセージ来ました。10月10日祝日、ラジプロ30周年記念大会への緊急生オファー、メインオフリーダムズにという思いに応えるべく殿と葛西の参戦を即決定とのこと。10月10日札幌楽しみにしてます。さっき呼んだろスタッフ出るって言ったじゃないかね。はい、そういうわけで、そういうわけで、はい、出ますからね、はい、お願いします。とか、はい、とうとう葛西潤で北海道行きますんで、ラジプロ30周年よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、続きまして、はい、6月、はい、9日、おなんと新木場、うん、ファーストリング大会の、はい、カードが本日発表されました。なーにー、はい、そちらの、はい、はい、そちらを葛西さんに、じゃ あ俺が発表するの、いや、ちょっと見どころなのか、あ、なるほどですね、はい、はい、紹介してもらいたいと思います。はい、任せなさい。はい、それでは第1試合、はい、フリーダムズ対マイウェイ8人タッグマッチ、はい、高岩達人、
カムイ、ドラゴンリブレ、レッカ、バーサス、バンベールネグロ、バンベールジャック、優勢、エストレジャ、正気組です。こちらはどうですか。そうね、でもはい、こう上にスクロールさせてくださいよスタッフさん、メインが映っちゃってますよ。まあね、ちょっと待っててもあれなんで、まあ見どころから、はい、うん、マイウェイとね、結構今フリーダムズでって、まあ、やってるけど、結構イーブン、イーブンイーブンですね、ね、はい、なんか取ったり取られたりのなんか結構そういう感じなんですけど、はい、まあメンバーがね、今までフリーダムズ軍は固定されてたのよ。だいたいレッカ、ドラゴンリブレ、あとカトリーとか、カトリーですね、はい、って感じだったんだけど、ここでフリーダムズ軍本気を出させていただきます。お、はい、はい、潮流高いは3を投入させていただきます。あと切れる老人、切れる老人、はい、老人でもある、老人で、切れる中年カムイさんを導入させていただきます。これ導入、潮流とね、はい、K プランカムイさんをね、 K プラン、はい、はい、投入して、これ負けるわけにはいかないですよ。そうですね、うん、負けるわけにはいかないですね、うん、これ負けたらね、仮にも万が一、億が一、兆が一にでも負けることあったら、はい、これはフリーダムズ全体の負けと、お、はい、断言します。お、それぐらい自信ありますから、はい、はい、ね、そう思うでしょ、ユウも。そうですね、このメンバーで、うん、もう負けることはないんじゃないですかね。まあ言ってもよ、言ってもよ、この葛西潤ね、葛西潤、はい、言わせていただきますがね、これ高岩さん、IWGP 元ジュニアテレビチャンピオンですよ、はい、俺っちも高校時代見てましたから、はい、ガードマン時代とか、おー、はい、その試合、ね、その方がいてフリーダムズ軍負けることがあったらみんな坊主にしますよ。みんな坊主ですか。この4人この4人、はい、まあそんなこと言うと真に受ける人いるんでやめときましょう。はい、はい、まあそれぐらい自信があるってことですよ。はい、ね、わかりました。はい、はいはい、続きまして第2試合、はい、はい、タッグマッチ、うん、佐々木隆、平田智也 VS、うん、香取隆弘、隆弘、伊坂両組です。イエーイ、はい、はい、どうです、ある意味これ正式な復帰戦となるわけです。そうですね、正式な、うん、この間ションナイプロレス、ションナイプロレス、マットプロレスで食いしん坊仮面さんと試合 し、はい、しましたけど、はい、あれはでもマットプロレスですか。そうですね、うん、正式な正式な復帰戦どうですか。まあ今結構リングで、うん、まあ動いたりとかしてるんですけど、はい、足の調子はまあまあいいと思うんで、うん、はい、まあ、この2人相手には、まあ、うん、負けないでしょう、はい、ウォーミングアップと、ウォーミングアップですね。おー、はい、皆さん、奥さん、奥さん聞きました、今の、はい、平田君の自信満々のコメント、カトリー、伊坂はウォーミングアップですかねと、ウォーミングアップですね、はい、この寡黙な平田さんが言いましたよ、はい、はい、またこっから、うん、このタイトルマッチもどんどんやっていかないといけないんで、はい、まあ、ここでは簡単には、まあ、負けないですね、はい、負けない、はい、あわよくば取っちゃう、取っちゃいますね、はい、まあ、取っちゃうっていうか、普通にお前、僕が代表を出さ、代表を出すまでもありません、僕が2人相手に2対1でやってやりますわぐらいのことを言わんと。そうですね、はい、うんうん、でもそんな気持ちでいるんです、そんな気持ちですね、はい、はい、奥さん、はい、はい、今この番組を見ているトノファンの奥さん聞きましたか、当日トノの出番はありません、出ません、はい、よろしくお願いいたします。はい、続きまして第3試合、はい、はい、シングルマッチ、ケンゴ VS ゲンタロ、はい、こちらはノンタイトルですが、シングルマッチで、はい、はい、これはね、ケンゴが
ね、横浜武道館で高岩さんからベルトを取って、はい、でこの間の後楽園ホールでバンベールネグロから防衛して、はいはい、でね、まあ、ここでまた防衛戦を組んでもいいんだけど、はい、あんまりそういう何防衛戦連続でしてって軽いベルトにもしたくないっていう、ねはい、考えがちょっとマッチメイク側にもありましてですね、はい、なんなら健吾調子いいねとベルト取って調子いいね絶好調だねでもよフリーガムズにはよ絶好調とかグッドコンディションじゃ通用しない、はい、クセモノがいるんだよっていうところを、ね、そうですねちょっとまあ査定とは言わないけどちょっとダムズのジュニアの門番的な源ちゃんを当てて、はい、この剣豪の勢いが本物なのかと、うん、品定めじゃないけどちょっと見てみたいなと、はい、いうことで組まれたカードですよ。お平田さん的にどうですか。いや僕もそうですねやっぱ源さん、うんはい、シングルはやったことあるんですかね、うん、ないんですかね剣豪と、はいどうだかね、ちょっと記憶にないけどね。ないですね。でもね、ゲイちゃんはね、6人タッグとかタッグになると結構ね、あのふざけるのよ。そうです。言葉悪いけど、ふざけてちょっと本領を発揮しない節があるんで、はい、でもシングルだとね、なんかえゲイちゃんこんなすげえのみたいな。あ、そうですね。引き出しをバンバン出してくるんで。はい。ゲンタロマニアの皆さん、カメラの前のゲン。太郎フリークスの皆さん、この新規はぜひ 6.9 来てください。はい。あなたの大好きな源太郎が見れるかもしれませんよ。はい、はい。とは言ってもね、天皇も UWA のチャンピオンなんでね。はい。うん。まあそこは何をロートルこの野郎とね叩きねじ伏せてくれないとやっぱりチャンピオンとしての。はい。ね、こう立場がありますんで、まあそこの意地の張り合いにもぜひ注目していただきたいと思います。はい。はい。はい、コメントが来ましたので。来た。はい。宇治原のらすけさんから。来た。笠井純様。はい。やっぱりめちゃくちゃ好きすぎる。うん。あ、憧れる。はい、ありがとう笠井純様智也くん。おお、イラストがないじゃない。イラストがないですね。イラストがない。イラストがないです。はい。はい、続きまして、ジリアンみどりもちこさんから、はい、平田選手、笠井選手、こんばんは。先日行われました静岡庄内プロレス、お疲れ様でした。嫌なことを忘れてとても楽しませていただきました。ありがとうございます。平田選手、笠井選手、ションプロの感想を教えていただけたら幸いです。はい、そうですね、ションプロですか。ションプロもね、あのなんだかんだ言って負けてますんでね、はい、杉浦くんがね、あのGCW の、ね、デスマッチトーナメントを目前に控えてね、ドブネズブフッキーにね、負けてますんでね、はい、はい、ね、何も語りたくないと思い出したくないんですよね、はい、言うわ。私はですね、まあ、マットプロレスなんですけど、はい、まあそこで一応復帰という形で、おう、はい、なんと対戦相手が同郷で同じ高校の先輩である食いしん坊仮面さんが相手だったんですけど、やっぱりちょっとその食いしん坊仮面ワールドにちょっと全部持っていかれちゃったかなっていう感じでしたね。あ、そうですか。試合は勝つには勝ったんですけど、やっぱりちょっと全部持っていかれてしまいましたね。まあそれはね、いた仕方ないよ、はい、うん、食いさんとやってね、ワールドに引き込まれて、はい、うん、ワールドに引き込まれた末に負けたっつったら お前ぶん殴ってるけど、まあ試合に勝ってるんだからよしとしましょう。よしですか。はい、こんな感じです。はい、では続きをいきます。はい、セミファイナルですね。はい、デスマッチ形式見て、うん、笠井純 VS 最上級、うん、来ちゃったね。来ちゃいました。はい、さっきね、フライングしちゃってね、はい、やるって言っちゃったけど、フライングでね、フライングで、フライングゲットって言っていいのって言ってくれてくれてって言ってな、はい、まあフライングして言っちゃったけど、どうだろう、俺っちゃね、でも4年前にね、当時の千葉のブルーフィールド、はい、でハードコアで対戦してんのよ、お、はい、うん、4年前にね、
その時でも血まみれのボッコボコにしてね、はい、うん、あのブルーフィールドに来てた、当時のブルーフィールドに来てた観客をドン引きさせちゃったのよね。はい、それぐらいボッコボコにして勝ったんで、はい、ただ4年前といえどもよ、はい、4年前から比べて葛西潤はレベルアップしてます。なんで前回以上にボコボコにして勝ちますんで、ほう、はい、はい、葛西潤の目から見て最上級は葛西潤に追いつくほどのレベルアップはしてないと思いますんで、あいつがアップしてるのは体重ぐらいでしょうって感じですね。はい、はい、なんでね、まだ形式決まってないですけど、はい、葛西潤、まああいつが経験したことのない葛西潤ならではの形式、はい、おのずと分かっちゃいますよね。それだとね、はい、カミソリ系ですよね。お、はい、はい、それでもう血まみれ、津波洪水警報当日新決まりいたしますんで、よろしくお願いします。はいはい、それではこの日のメインイベントが、はい、はい、デスマッチ形式見て、うん、正岡大輔、杉浦徹、山下里奈 VS、うん、ビオレントジャック、ドブネズミ、フッキー、作田敏行組です。イエーイ。こちらはどうですか。こちら、はい、こちらはね、俺っちね、常日頃から言ってるのよ。プロレスが、プロレスでどういうやつが怖いかって言ったら、調子に乗ってるやつっていうのは、お、はい、うん、ね、調子に乗ってるやつは怖いよ、はい、そういう意味でドブネズミ復帰、ね、ビューアレントジャック、はい、今調子に乗ってますよ。乗ってますね、乗りに乗ってますよ、はい、で、サクタも、ね、横浜武道館俺っちに負けたとはいえ、この間の後楽園ホール、ね、正岡に負けたとはいえ、はい、爪痕残して負けてますんでね、はい、ある意味こいつも調子に乗ってますよ。しかし、しかしですよ、はい、アメリカ帰りの杉浦トゥール、はい、アメリカ帰りの山下里奈、かっこアメリカかぶれでアメリカ人みたいな化粧をして帰ってくるであろう山下里奈、はい、そしてベルト防衛、ね、この間作戦相手にした正岡、この3人も調子に乗ってますから、はい、調子に乗ってるやつら対調子に乗ってるやつらなんで、これは面白い、はい、うん、面白いよ、うん、あ、なんだこの試合、あいつがあいつに取られて負けるんじゃねみたいな、ね、予想がつかないよ、うん、そうですね、うん、はい、普通に見ればね、あ、山下が誰かに取られるのかなって思いますが、ところがどっこいアメリカ帰りの山下里奈は化粧がプレイボーイの表紙のパツキン女性みたいな化粧をして帰ってくるからね、調子に乗って帰ってくるからね、一番中心に乗ってんじゃん、怖いですね、アメリカかぶれで帰ってくるからね、はい、だからこれはね、本当ある意味面白い、はい、うん、予想つかない、そうですね、うん、楽しみなカードですね、はい、うん、はい、そしてですね、こちらの6月9日の新木場大会なんですけども、はい、とマンモスさんが、うん、5月27日の後楽園大会の試合後、うん、首に違和感を感じたため大事を取って欠場させていただくこととなりました。はい、すみません、はい、ご理解のほど、はい、よろしくお願いいたします。はい、お、コメントが、コメント届いちゃったよ、届いちゃいました、はい、はい、はい、みんみんさんから、はい、葛西さん、話のグルメでの演技すごかったです、ありがとうございます、ドラマ出演のエピソードを聞きたいです、はい、特にないですね、はい、あのね、もう40超えてね、セリフを覚えられなくて、あ、はい、うん、もう大変でしたよ。で、やっぱね、俺っちもね、自分で見たんだけど、はい、棒読みだったな、セリフ、うん、そうですか、そうそうそう、で、うん、ね、棒読みでね、大根役者っていうのは俺っちが一番分かってんのに、あろうことかスタジオで見ていた3時のヒロインの、あの、なんか名前分かんないけど、あの子、はい、芝居下手ですねとか言っちゃっててちょっとショックだったな、はい、うん、以上以上、はい、いいんだよ、俺らプロレスラーなんです、そうですね、はい、役者じゃねえんだよ、はい、はい、
って平田君が言ってました。言っております。はい。、はい、こちら、6月9日の新木場大会の、はい、それではチケット情報、はい、いきます。18時半会場、19時開始で、マイルチケット特別リングサイドが5,500円、指定席が4,500円、当日は500円増しのとなります。はい、チケット取り扱いはフリーダムズ公式予約フォームからとなっておりますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではフリーダムズの今後の大会日程に参ります。はい、はいはい、この6月9日の新木場大会が終わりましたら、はいはい、6月18日土曜日横浜ラジアントホール大会、はいはい、こちら17時会場の17時30分開始、はい、前売りチケットが最前列6,000円、リングサイド5,000円の当日券は500円増しです、はいはい、チケットの取り扱いはフリーダムズ公式予約フォーム、チケットピアと、バー045さんも取り扱っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、そして6月23日木曜日、新木場2度目の、はいはい、6月2度目の新木場ファーストリング大会、はい、こちら18時30分開場、19時開始、前売りチケット5,500円、指定席4,500円、当日500円増しの、うん、こちら発売がまだ未定ですかね、はい、6月9日の新木場大会ので会場選考、翌10日より一般開始となっております。はい、はい、続きまして7月に入りまして、はい、はい、7月3日、宮城仙台ピット大会、はい、行きますよ、宮城の皆さん、あなたの宮城に行きますよ、フリーダムズが、はい、はい、こちらが、16時半会場の17時開始、前売りチケットが最前列スーパーシートが6,000円、リングサイド5,000円の当日各500円増しと、こちらの大会は、別途入場時ワンドリンク代600円が必要となります。はい、かっこソフトドリンクのみですからね。はい、ソフトドリンクのみです。お願いします。はい、チケット取り扱いはフリーダムズ公式予約フォームから、はい、お願いします。はい、そして7月10日日曜日、葛西潤プロデュース工業東京デスマッチカーニバル、きたー、葛西潤プロデュース工業、はい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 、ボリューム1、はい、こちらが18時会場の18時45分開始予定となっております。はい、前売りチケットが、最前列スーパーシート7,500円、特別リングサイド6,500円、リングサイド5,500円、指定席4,500円の当日は500円増しとなっております。そして今大会は、はい、ソーシャルディスタンスを設けない、はい、フル仕様でのなーにー、フルで行くかー、行きます、フルで行ってフルハウスにしちゃいましょうよ、イラトさん、はい、やっちゃいましょう、はい、こちらチケットはとフリーダムズ公式予約フォームからとなっておりますので、うん、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。いい席は今のうちに購入してくださいよ、今じゃないと買えませんよ。スーパーシートあんのかだって、これもうないんですか、どうなんですかね。ちょっと見てみましょう、はい、ね、はい、あるんだったらチャンスですよ皆さん、ね、なかったらなかったでね、もう後楽園ホールどこでも見やすいから。あ、スーパーシートは完売となっております。完売だろ、当たりだろ、はい、7月とか火災新プロセスコードでお前最前列この時期にお前余ってるぞ、はい、特別リングサイドはまだありますので、はい、お急ぎください。南も見やすいしね、南も見やすいですから。はい。ねえ、はい。お急ぎください。お、コメントが。来るね。はい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 、まーさんから。はい。普段ダムズの選手同士でご飯食べに行ったりすることはありますか、うん、一番仲のいい選手は誰ですか、ユウは誰なの、私はやっぱり一番行くのは杉浦さんです。うん、はい、おお、そう、うん。はい、杉浦さんにごっちゃになってます。そうだな。はい。まあ、俺っちはいねえな。誰もいねえな。はい。塞ぎ込んでるから。はい。はい、次。はい。スプリントドラゴンさん。はい。葛西選手。やっぱり作田選手のことを作田と呼んでる。何でもいいんだよ何でもいいんだよ、うん、ダムスでもいいし、ダムスでもいいしな、はい、それと一緒、何でもいいんだよ、はい、はい、それではもう番組
あと、うん、5秒で終わっちゃいます。あ、5秒で終わり。あと5秒。10秒。20秒。はい。20秒。はい。はい、それでは、はい、はい。はい。エンディングとなりました。はい。はい。デスマッチカーニバル。とうとう迫ってきてますんで、デスマッチカーニバルだけと言わず、ね。はい。仙台もありますし、新規模もありますし、皆さん、今、ダムズが熱い。はい。なんで、会場に、どしどしいらっしゃい、はい、お待ちしております。お待ちしております。はい。はい。はい、あと、杉浦のいいとこ2つ。杉浦さん、はい。はい。ちょっと時間がもう、ちょっと、はい、時間があれば、時間があれば、はい、本日も、はい、トリゴヤゼリー、ありがとうございました。それでは、また来週、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。